エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回も漂流者を支配しながら街づくりができるヘイブンドッグやっていきたいと思います。いやー、なかなかね、前回で整えたっていうところだったんだけど、まあ、次はね、動物関連をやっていきたいなと。まあそれと合わせてピクシーも探しながらって感じかな。で、ニワトリちゃんのところがね、意外と狭くて邪魔だったんで、いろいろと動かしてきました。で、ウカキとかこういうのがあるんだけどさ、まあ、ヒヨコ、そうだね、ヒヨコを量産できればってところなんで、まあちょっとそのあたりしっかりとやっていきたいなと。たださ、この餌もさ、例えばさ、ミールワーム食料いるのよ。食料ね。ってなったらさ、食料誰かに作っ、なんか餌用の食料作ってもらわないといけなくなるから、これがね、意外と厄介で。しかも、あれなんだよね。別にそんなにね、対応できるってわけじゃないからね。で、調理台がいるんで、餌用の調理台を置きます。で、これをね、まあ、割り当てが今んとこできないんで、まあ、自動じゃないんだよね。ここが問題。まあまあ、とりあえず今手持ちにある分でやっていこう。でね、これ自体ね、結構時間かかるんで、まあ、このまましとこうっていうのと、もう宿草もちょっと足りないね。まあでも、とりあえずこんな感じで、とりあえず施設としては出来上がるみたいな感じかな。じゃあちょっと干し草も整えたりしよっか。多分動物はね、そんなに一気にできることはないんで。まあね、あまり気にせず。まああの人雇いたいけど、その、なんで、美味しい料理をくれっていう人が結構多くて、これもね、作りたいのは山々なんだけど、みたいな、ところなんだよね。あ、魔女来てるって。魔女だ、魔女。行こう行こう行こう。もう、食べ物どころじゃねえ。魔女初めて来たね。あ、そういうことか。これがあると、魔女が来てくれるってことか。え？何がもらえる？おお、なんとか大きな乱れを感じ、なんだいこれは、骨いっぱいあるね。欲しければ魔法アイテム売ってやろう。ポーション。ポーション、多くの人が不思議に思う多くの能力に通じている魔法アイテムさ。それって自分にもできるの？超一流の品ばかりだよ。私に会えてよかったね。興味深い。ほんじゃ取引しましょう。なんかマウスってなんか言ってるね。あ、ピクシーあるじゃん。しかも曲がった杖もある。レベル2のポーションを作れるんだって。ね、クローポーション。自分が触ってみている間に自動で集落内に助けてくれる自分をコピーする。へえ。あ、ピクシーダスト買えるじゃん。ムーンダストもある。あ、でも単価高いね。400、あっという間いくね。カエルの卵とかあるんだ。明日の葉に集まるカエルの卵。はあ、じゃあこれを使ってってことだろうな。じゃあ、とりあえず、濡れた海藻100個ぐらいと、生魚も、まあ、とりあえず100個ぐらいにしといて、ピクシーが欲しいんだよね、基本的にね。で、一回取引を行います。有効度が23。こんなにくれるの余って仕方ないの？そうだよ。で、ピクシーがね、まだね、買えない。あ、買えるわ。ポーションちょっとこれは後ま、いやでも一個は買っとこうか。ちょっと嫌な予感もするしな。いつ来るか分かんないからね。魔法のソース2個買っとけば作る手間が省ける。で、600か。6、500。あと多いのは、土鉱石。ああ、もうそろそろ掘らなくてもいいかもね。レンガ、これは本当に助かるよ。気にしないで。でも時間制限あったんだね。はあ、でも全部これで買えるようになったと。じゃあさようなら。なるほど、これ飾りか、飾りかと思ってたらさ、
これで魔女が来てくれるようになるよっていうやつだったんだね。ああ、わかりやすくここに置いとこう。で、これがね、1個。あ、すごい。しかも、ちゃんと木炭がある。これをね、ずっと作りたかったのよね。あら、動物する予定がちょっと変わったね。まあまあ、いいだろう。やっとだよ、やっと。で、それを元にまた作れるんだ、いろいろ。魔法のほうきは、強化用って感じだよね。お、できた。まあ、とりあえずまだ持っといて、ちょっとなんか流れてきてるから。よしよし。で、これで研究がしたい。この状態で。で、研究がね、あったあった、これこれこれ。これがね、ここが結構大事で、タウンホールできると、このスカベンジングミッションっていうのね、火事場が作れるの。これでね、戦闘がしやすくなるっていうね。なので、ちょっと研究とか進めてみて作りたいなと思います。さあ、戻ってきました。いろいろね、ちょっと試してみたいかな。キャンセル。何これ？希望を管理する。将来的にはセトラーの駆除をここで見ることもできるようになるかもしれない。で、希望75が必要ですっていう。希望75ってどういうことだろうね。ああ、そういうことか。多分幸福度のこれが75分いるってことだね。まあ、ちょっとわかんないけどね。あとは、これが装飾。まあ、置いとけば、ってことか。あ、置けるようになった。苦情を受けることができるかもしれないって言ったね。苦情前提か。あら、消えた。別に入るわけじゃないんだよね。文明情報。ああ、こういう風に見れるってことね。はいはい。作ってみたけど、まあそんな重要ではなさそうだね。あ、卵できてる。1個。はいはい、孵化、熟成。ガラスガンガン使ってみようか。ああ、で、こんな感じね。はいはい。あー、で、追加で、ではできる数も変わってくるってわけか。あ、てか俺、あれだな。施設、もうちょっと増やしていいな、これ。干し草が足りない。よーし、いろいろしてたら、時間かかった。おー、おー、マジで、生まれてるじゃん。おー、ひよこちゃん。マジで？で、回収して、どんな、あ、これも回収できた。これさ、でも、回収した後どうするんだ？あ、孵化しました。で、入れるとニワトリ成長すると。アヒルの子と行動してる。あ、アヒルもいるんだ。え、どういうこと？例えば、こうして、あー、なるほど。で、餌もあげるとさらに成長できると。あー、こっち、鶏小屋だけど、あ、いや、鶏小屋だね。こっちでも、レベル1、レベル2になってるわけか。おお。ニワトリがこれで大量に買えるようになるんだったら、ちょっと鶏肉食べてみたいよね。
ちょっとグリルに行ってみようか。あ、いや、あー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 、おいしくいただきます。あー、ワンちゃんが来てる、ワンちゃんが来てるよ。あー、別な。そろそろ最終目標の航空作りたくなってきたね。ちょっと作りたい。あとはいるものがラジオらしいんだけど、これ作れるんかな。あー、普通に作れる状態だね。え、マジでもうこれでできるの。あ、できた。さて、ラジオできたんでね、研究してみようかなと思います。あ、2秒で終わってた。早すぎる。これでいいのかな。じゃあ、お姉さんのところ行ってみたいと思います。研究して物資を持ってくれば必要なもの。モーターが20。パスタ5。ワイン5。ポーションレベル2が5。はいはい。じゃあ、まずモーターと飯だね。モーターと飯の確保をしよう。最後にモーター回収して、これで全部素材が集まりました。じゃあお姉さん準備できましたよ。どうですかこれ。はい、じゃあ建造します。航空エンジン飛ばしました。新しい島を見つけ、墜落現場を目指し、人々に何が起きたのか知るために旅立ちました。続く。ゲームクリアしました、ありがとうございますと。あ、こういうのだったんだ航空は。え、もうちょっとなんかこう見やすい感じにならない。なんかやばいものにしか見えないもんね。はい、ということで、ヘイブンドッグ一応ラリーアクセス版はこれにてクリアです。結構ボリューム満点。まさかね、クリアできると思わなかった。だけどさ、ちょっと待って、これさ、あれあれ、え、ちょっと待って、何も動かない。減ってるね。うわ、物資取られるだけ取られて終わった。うわー、マジかー。取られるだけ取られたよ、マジで。はい、ということで、これにて終了です。まあ、集まるのは簡単なんでね、この辺りはいいかなっていうところかな。あとは製品版が出たらまたやっていこうかなと思います。まあ、初のシミュレーションにしては十分楽しめたのかなと思いますね。まあ、この手のゲームというか開発中のゲームはバグも当たり前なんでね。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。